もともハッピーです。はい、こんばんは、安岡です。はい、こんばんは。あ、撮影時間的にこんばんはみたいな。こんばんは、そうだね、そろそろとかなって。こんばんは、こんにちは、おはようございます。いつ見てるかわかんないから挨拶全部っていう人がいたからね、昔結構ね、うん、まあいいや。今日やっていくのは、マジック・ザ・ギャザリング夢対戦、ミドリターン・ストンピー対、ネクロディスクやっていきます。はい、まあ、僕が使うのはね、おなじみ僕が高校生の時日本一になった1999年ファイナルズのミドリターンのね、アグロデッキミドリターン・ストンピーで、ヤスオが使うのが96年の世界選手権4位になったネクロディスク。このね、96年の世界選手権はネクロの夏って言われてて、うん、本当にネクロだらけで、プロテクション黒が12枚入った白タンが優勝みたいなね、12ナイトっつったっけな、うん、とにかくもう黒タンのネクロがめちゃめちゃ強かったっていうね、言われてる言い伝えにあるね、その時代の黒タンネクロっていう。いや、もう見たことないレベルですからね、これに関しては。結構さ、さっきリスト見たんだけどさ、はい、やばいよねこれ。もうスタンダードか、もう怪しいレベルですからね、もう入ってるカードがね。いや、もうね、暗黒の儀式とかヒムトゥートゥーラク、そしてもちろんネクロポーテンス、ネビニラルの円盤、結構やばいよね。まあ結構もう何でも入ってるね。あとコンテージョンっていうさ、5マナの除去のピッチスペルもあるしさ。まあもう結構メインちょっと少ないけどやっぱり。そうね、黒タンネクロ96年のデッキなのに強すぎてちょっと不利な感じはしてるんだけど、やる前から。いやでもね、ストンピー数々のね強豪を倒して日本一になった相棒だからね、サトシのピカチュウみたいな感じだからまあきっといけるんじゃないかなってことで、はい、はい、やっていきましょう。お願いします。はい、お願いします。やだなぁ、暗黒の儀式打たれたくないな。でも案外いい勝負するかもしれんけど、ね、まあそうだね、結構わかんないね。エンコンとかもさ、企画外のカードじゃん、やっぱ96年。そう、あとメインね、除去少ないんだよね。あ、そっかそっか。やっぱりもうピークロ祭りとかさ、ネクロ同型意識してるから。確かに確かに、 そんなにね、バンバン殺せるかっていうほどではないから。ネクロ同型はそんなにクリーチャーいないもんね。そう、ネクロポーテンスで使ったことあんの？ちょっと使ったけど、カジュアルで遊んでたって感じかな。その大会にそれ持ってったっていうのはないかもしれない。俺98年ぐらいもさ、ネクロさ、第5版で再録されて使われてたんだよね。そうそうそう、その時さ、スーサイドブラック使ってて、ああいいコテンパンにやられたんだよ、はい、ネクロにダンシングノームとか搭載した。ああった、ね、ネクロデッキにさ。ダンシングノームもう決まったら終わりだよね、ビートは。終わりだね。いや、ネクロとダンシングノーム強すぎるよ、なんか。でボトルノームってカードかなり強いよね。強い、革命的なクリーチャーだな。無色でさ、いいのみたいな。赤タンとかちょっとやる気なくすよな、あれ。さあ、お願いします。お願いします。いいね、緑タン対黒タンっていう時空を超えた夢だね。5 10 10。最近サイコロ強いね。ちょっと練習してきたからね練習してきたいらねえ鬼に金棒やん。はい、どうなんだろう。まあやるか、まあ、やりましょう。キープします。キープすぎます。え、そんないいの？驚いた。いきますか。はい、じゃあまず、はい、セット、これ沼と似たスノーカバーサンプ、はい、いいね。はい、終わりです。当時アイスエイジでね、あったんだよね。そうですね、強説。こっちはドロー、いくぜ。森からのラノワールドエル、はい、森、いいスタート。スタートいいね。こちらもとりあえず2マナでいきますか。ヒム強っ。プラン崩壊、まあ分かんない、崩壊するか分かんない、しないかもしれない。2マナで無作為に手札2枚捨てるっていう壊れカード。ー今だとレガシーっていう種目か、ヴィンテージ統率者ぐらいしか使えない。まず1体、まあ、古いからね。1体よね、やっぱ土地に抜けるとすごいよね。これはね、今まで出た手札界の中で一番強いんじゃないかな。思考がっこいいかどっちかみたいな。まあ、あとマインドツイストって言われてるよ。あ、マインドツイストはもうちょっと例外。重いからね。重い。実際ヒムの方が強い。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 うん。じゃあこれでいいかな。はい。はい。まあ、角に角にで取ったね、うん。なんかスロット好きな人みたいな感じ。そうなんだ。パチンコスロット好きな人。はい、で終わりです。アンタッドロ。はい、こうなったら、うん、本来の想定とは違うけど行くしかないわ。エンコン。どうぞ。プラス20トランプル。はい、森置いてエンコン。ついな、手札が2枚。いや、いいでしょう。はい、ピッチスペルあるからね、はい、一応待ちました。アタック5点。15、終わり。なるほど、こいつが落ちたら帰ってくる。エンコン、強力オーラ、シルズファクトリ ー強土地。これ削っとけばネクロポーテスは出ないからな。いや、そう、一応マイブリタワーだけ置いとこうかな。はい、手札5枚あるとね、それに1枚1点回復できるんですけど、今関係ない。そう、4枚しかないんで、はい、終わりです。アタック、ドロー、行こう。はい、3マナ。3マナ
出し惜しみせずに浮くたび寄られた。終わります。なるほど、終わりです。意味のないのあっちゃったけど、あとで意味あるかも。来るか、ネクロ、ネクロポテンス来た。これなんだっけ、改めて説明すると。そうですね、まずネクロポテンス、もうこれから僕のドローステップありません。なぜか通常ドローない、通常ドローできなくなる、はい、デメリット、デメリットで、手札を捨てるとそれがゲームから除外されます、うん、で1点払うと、はい、エンドにカード1枚引けます。簡単に言うとディスカードフェーズの開始だから、本当の一番最後にそのカードを引けると。そう、なかなか、まあ、5点払ったらエンドに手札が5枚増えるみたいな感じです、ね、脇に置いといて。そうで次のターン僕トマピー7点のダメージがある。そうそうそう、だからちょっとね、難しい、いいような悪いような、そうそうそう、これ払いすぎて死ぬやついたな。でも払わないですね、何も引けなかった場合でも一生ドローできないから。そういやこれきついんだよね、これ残ってると、うん、手札7枚すると効果的だったよね結果ね。そう、こういきましょう。これ引いてもディスカードちょっとね、いいのかな、巨大化で合わせ技一本。ちょっと後続ないからね、なんか回復手段引かないとね、こっちも勝てないんで。はい、コンテンション持ってそうな動きましたな。で脇にどけてエンドにこれ、はい、に加わって、ディスカードフェーズに1枚捨てると。ストリップ前いらないかな。はい、終わりです。はい、アンタップ、はい、ドローしていいですか。どうぞドロー。さすがに7点削るか。はいセットして、はい、アタック。買うしかないですね。まずコンテージョン、これはまずきついね。こちら1枚これ使用してしてペイワンライフ、はい、で最初2体までにマイナーにマイナー1カウンターを1個置けます。で1個ずつ置きたい、はい、マイナーにマイナー1。そう、はい、じゃあこれを置きます。はい、でこれがマイナーにマイナー1カウンターが1個ずつ、はい、じゃあ01と死亡、はい、でエンコンが、バカラ墓地から手札に両方戻る、はい、じゃあその後に、エンコンをもらうためにつけます。はい、変更をオラウタンつけます、はい、終わりです。はい、はい、でドローステップなし、ドローなし。はい、ここは一旦ヒムヒム手札を枯らしに行こう。きつ、これなんでしょう。なんだ、マイト1個プラ7プラ7でしょ。マスティコ、マスティコ、いらなそう、いらなかった出せない。さっきでも殴んないでこれ出すか迷ったんだよね。確かにね、まあ結構困るっちゃ困るかもしれない。コンテージョンなかったらでも勝てるから殴った。7、うん、はい、なんか見てからね引けたらいいんだけどね。手堅いね。はい、で終わりです、はい、アンタップ、はい、ドロー、アタック、今4-1。クリーチャー化してブロックまでいいですか。ブロックまでいいです。ブロックして、パンプです。3-3、3-3、その後に、はい、3マナで激励通常プレイ。なるほど、超ラッキー。でこれでパワー8のタフネス5のトランプルになって5点抜けます。5点抜け一方殺2、終わりです。なかなかいいドローしたね。ドローなし、はい、セット、1点払おう。1点、はい、はい、で、まあ、ヘイストないだろうからメインで除去ロー、はい、あ、なるほど、はい、こいつに2個置いたと。で1でエンコンが戻りました。はい、で終わりです。1、手札何枚、4枚、手札が4枚、はい、でドローステップなし、なし、回復があるからなと。まあなかったら負けだからね。アンタップ、はい、ドロー、クリーチャー何でもいい、来てくれ、来ない、降り。ここで来なかったのはかなりきつい。ドローできずセット沼、はい、1マナ、はい、暗黒の儀式、いやー、しかも当時のイラストかっこいい、はい、3、4、5、6、7、8マナ、はいはいはい、6点、ドリームライフ相手から6点吸う、6点吸ってそれでまたドローに変えていく。そう、強っ。まあ出し惜しみしかないか。サスフル、サスフル、6点払いましょう、はい、1、なんか火力入ったなかったっけな。終わりです。宿宅ノーム入ったなかったっけな3マナ3-3でイケンヤスゲルト1点、はい、宿宅ノーム来い。ラノアール、はい、エンコン、どうぞエンコン、はい、どうぞ、終わり。これ何もなかったら負けだからね、うん、ちょっとそうなんだよ、ね、そのずっと続いてるよね、その人だよ。まあランカー強いね、強いね、うん、ずっと使えるから全部実況、そう、全部実況、そう、ネビ版で一旦待つができないしね。え、1でしょ、ワンチャンあるあれ、もしかして、いや、ギリ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 耐えてるけど、ギリギリ今だ、はい、生命吸収繋がったら負けだから、はいはいはい、ライトストローブガム、ストローブガムの騎士、一応1マナね、先制攻撃で、先制攻撃で止まるから、2マナでパワー上げ、1マナで先制攻撃。そう、はい、で、なるほど、何らかの強化呪文が必要だな、これ黒で、はい、暗黒の儀式、やばー、強、はい、まあ、ジャイクロ控えたらどうせ無理だから、4マナでネビニラのメンバー、おー、一応これでね、そうか、ネックロ飛ばせれば、まあ、現状なんもないんだよね。ネックロを飛ばすと通常ドロー回復、そうそうそう、はいはい、で、森割っとく、森割っとく、はい、はい、終わりです。ドロー、はい、アタック、アタック、先制攻撃持ってるよ、大丈夫、トランプル持ってるね。じゃブロック、はい、先制攻撃、そうそうね、はい、そのままだと普通は打ち取られるからダメージ入んないんだけど、ここで
森があれば3点回復させることで打てる激励。3点どうぞ。パワー9、トランプル、タフネスが、タフネス 5、 5、暗黒の儀式でパワー上げても無理。よっしゃ嬉しい、これは嬉しい。炎魂強いね、トランプル激励も強いね。強い、そっちがコンテージョンならこっちが、こっちは激励があるぜっていう。だからこれネクロはね、本当にみんな大好きっていうかさ、超強いカードだけじゃなくてさ、うん、日本のプレイヤーってやっぱ黒が好きっていうじゃん結構、うん、まあ、青っていう説もあるけど、あの頃のもう黒使ってた人だったらみんなネクロ使ってたからね。なんかやっぱイラストがいいよね、ネクロ多分いい存在感がすごい、すごい、まあ、それが一番でかいカードも、もちろんね効果はすごい楽しいんだけど、効果もやばい、あのイラスト結構使ってみたくなる。確かに、うん、ネクロに一目惚れしてマジック始めちゃうレベルの良さがあるよね。なんか昔のマジックのイラストって感じするよね。する、今はちょっとなんかあんまああいうのね、ないけど違うかな、もうちょっとさっぱりしてるのがいい、今だったら出ないかな、あれは先行、はい、今回あ、キープします。え、めっちゃ自信満々じゃん。これはキープしすぎますね。あ、しすぎる。じゃあいきますよ、セットスノーカバーズトランプからダークリチュアル、キキジキー、やば、挨拶代わりの、はい、挨拶、挨拶代わりの、はい、ヨー、ワクランの修行でヨー、え、でもこれ1枚損して出してるから、はい、1枚捨てられてもそんなに関係ない。そうそうそう、じゃあエンドです。飛行で2-2で、でダメージが通ると、うん、ランダムに手札1枚無作為にしてる、無作為にしてる。これね、この、はい、この時代っていうかさ、もう最初のマジック・ザ・ギャザリングからさ、うん、ずっとあったダークリチュアル、一旦目ダークリチュアル、ヒッピー、はい、やばい、やばい。あと救急車のサイレンがやばい、はい、こういう時はもう全力で展開して捨てる効果を無意味にさせるっていうこともしてるんだ。そう、手札ゼロにしちゃえば関係ないから、ね、ドロー。そうで、手札ゼロにするためにもラノワールでね、テンポよく、あ、いいスタート使っていく、はい、終わり。これ以上アタックしようかな。2点、18。これ捨てるの選べないのがさ、選べたらちょっとね、土地捨てられたりするとさ、よく展開できなくなるんだ。はい、どうぞ。計算がね、狂っちゃうよね。どうぞ、跳ねるよ、ほらよ、はい、あー、外れ、あー、待っていこう、ヒッピーやれなくなった、外れ引いた。じゃあとりあえずもう2枚を、なんだこれ、なんじゃこれ、やばくないこれ、めっちゃ気持ちいいでしょ今。いや、これは気持ちいいね。何これ、3ターン目ネクロ貼られたらさ、ちゃぶ台ひっくり返した。ほい、どうぞ。この2枚かな、はい、モリモリ、外れだな、外れじゃねー、モリモリ終わりです、展開できなくなる。ドロー、土地事故に対してヒッピーっていう、やばいことになるこれ。あー、ぶっ飛ぶ、よし、切らん、飛びかかるジャガー、どうぞ、炎魂、はい、終わり。あー、もう手札を使っていくパターン、はい、エコー払うよ。除去ってね、ストリップ前にできたら面白いんだけど、除去ってストリップ前には全部なくなる。16、どうぞ。で、こっち激励、まあまあ、さっき活躍したセットランドで追加、終わりです。もうここまで行くと能力ないから、ナンパしよっと、ただ2-2飛行やで、終わりです。はい、アンタム、はい、アップキープ、エコー、エコー、はい、ドロー、タック、4点、終わりです。あれ、大丈夫ですか、手札使わなくて、終わりです。捨てられちゃいますけど、モリモリがきつかった、ドロー、4点、はい、今までありがとう手札、はい、ダルビオトローリバーバー、でも4点同士だし、ほら、そうそうそう、全然大したことない。3、ヨーティアンソルジャー、強えか、1-4、強い、警戒、1-4警戒、弱い、終わりです。これは弱い、この時代のブロッカーが足りなかったんでしょう。なんで入ってたんだろうな、これ、いや、ないと、ピークロ止まる、あー、なるほど、白騎士とか止まるから、あ、そっかそっか、ピークロが普通に、そうそう、使われてるのを見越して、うん、そういうのもあった。ドロー、タック4点、4点、12、セット終わり、はい、なんか小声になってく、お声が出ない、アタックします、はい、警戒、7点通します、7点で5、なんか紛れ起きないかな、アンタップ、ドロー、アタック、4点、はい、8、リバーボア、どうぞ、終わり、地上がね、止まっちゃった。じゃあ、アタック、1、1点、生命吸収、1点だと屈辱負けました。いや、いいハンドだった。ちょっともう一個、もう一本いこう、これは、が最後、これはやっちゃおう、お願いします、お願いします。先行増減の塔欲しいな、ついに先行、先行ストンピーは結構強いよ、はい、キープ、マリオン、あの、なんかアイスエイジの暗黒の儀式さ、うん、カード単体として見るとさ、そんなにオーラないんだけどさ、打たれると強い感じするね、儀式感が高い、儀式が高い、そう、イラストがね、かっこいい、単体で見るのとゲームで実際使うので結構違う、イラストの強化とか好みって変わるかな、あと土地とかもさ、実際いっぱい並べると気持ち悪いとかあるじゃん、存在感があって、あ、あるある、1枚だといいけど、そう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 、横並びきついなみたいな、あんまりないようなもんでしょ、取り回りしてもネクロで何枚も引けるから、きついな、後手だとね、ちょっと引き出してる余裕ないんだよな、多分
ダリチュ？あ、いや、5手、3マナでね。はい、どうぞ。はい、お願いします。お願いします。セット盛り、はい、え、露天光しかあったらやばくない？ジャガー踏みかかる、ジャガー、はい、終わり。そっち割られたら1対2効果なんだけど、ないんだなこれ。あ、さっきあったからね、ちょっと期待したんだけど。今から、はい、はい、同様と終わりです。エコー、これだと1点回復するの？1点だね、はい、5枚。そう、7枚キープだと、ね、そう、2点回復だったから結構違うんだよね、これドロー回復量が。アタック2点、8セット盛り、はい、終わりです。やっていく、1点回復、はい。で、1回目待つとね、回復量増えるんだけど、ちょっとまだ置くか。こっち置いてくゲームだから終わりです。キムコナン、よしよし、アンダップ、ドロー、アタック17セット、はい。野生の犬、そうそう、1マナ2、1ライフ、自分の方少ないと裏切る、2マナ、クリーチャーブマナ出してアルミオトロール、あ、強い、はい、終わりです。耐性、耐性強いな。18生命中心、本体が打ったら、なんかうまく野生に触れてればいい。暗黒の儀式でワンチャンある、そう、儀式あったら結構本体と取れたかもしれない。4点コアか、ダメか、マリダが効いてるな。1点、生命中心1点、はい、ここは打ちどこでしょう、巨大化、はい、守ります。終わりです。アンタップ、アップキープ、エコー、はい、スマナ払ってドロー、7点、アタック7点、12か、セット、はい、4マナ、マスティコア、いやー強い、ただヒム打たれと死ぬ、終わり。一応次11点か、しんどいね、残ってる。いやでもライフが持たないな、これすぐネビバン置いて終わりです。ネビバン、はい、噛み合ってるね、クリーチャー、再生クリーチャーが結構ね、リバーゴールね、再生クリーチャー多いからね。アップキープマスティコア、はい、少し払い、どうぞ。ドロー、アタック11点、はい、あ10点、1、これは勝ったんでねえか、終わりです。あの再生でタップなのか、そう、まあ次はね、一旦頑張って再生でお茶に濁そうかな。じゃ終わりです。アップキープ、捨てます、出る、はい、トロール、ドロー、アタック、ドン、はい、じゃあバリバリ4マナ出して再生、再生、はい、どうぞ、終わりです。3マナ、はい、陽気アンソルジュ、はい、ズーランオープ、おお、これは栃木県に下げると2点早く、ただ土地が詰まってるので懐かしい、終わりです。マスティコアを諦めます。何、はい、ドローします。レンコンか、土地2国王、はい、ヌミクタビオラウタ、なるほど、どうぞ。陽気ア、はい、破壊、破壊され、アタック、土地2枚どうぞ。いやー、4点回復、はい。で、5から3点、はい、2、飛びかかるジャガー、はい、終わり。いやこれはもうないかな。2枚捨てます。負けました、ありがとうございました。いや早いな、いや結構いい勝負かもな、あれ意外と、はい、意外とね、夢対戦の結果、普通に名勝負のマッチの可能性が出た。はい、ということで、結果は2対1で緑ターンストンピーの勝利でした。意外といい勝負のマッチじゃない？これさ、うん、どっちがハメ勝つパターンもあるね。あるね。手を出せさせたり、ネクロ出したりしてハメ勝つパターンと。まあ結構やっぱりこっちのオラウータンがきついから、どっかで、ね、ネビーとかじゃないとね、一掃できないから。2枚のオラウータンを引いた時は勝ったね。うん。うん、いや。意外と面白いマッチの可能性あるね、これ、うん、やっぱり強いアグロとちょっとしたコントロールみたいな感じだから、なんか結構さ、あの頃対戦に比べて夢対戦って見られないかなと思ったの、もともとあんまり思い入れないから、別にこのマッチとかには、そう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 、歴史をやってるわけじゃなくて、うん、まあ歴史同士ぶつけて一種格闘技じゃないけど楽しんでる感じなんだけど、うん、意外と同じくらい見られるんだよね。ああそう、やっててもあの頃対戦はあの頃対戦楽しいんだけど、一回やったマッチとかも含まれてるから、まあ確かに、まあ、なんか新鮮味がないよね、常にそう夢対戦新鮮でどっちも面白いなみたいなのあって、はい、なので今後もね、あのヤソとどっちもやっていくと思うんで、ぜひね、いろんな対戦お楽しみにお待ちください。そしてなんかリクエストとかね、コメント欄に書いてくれると参考になるんでありがたいです、よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。そして、ヤソのツイッターやツイッチのチェックなんかも概要欄からぜひお願いします。応援お願いします。今日はともハッピーと、はい、ヤソオカでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。また明日。